第2楽章の演奏アドバイスで、冒頭から5小節のところですが、演奏アドバイスにですね、2小節1拍目の和音の内声にメロディーがあります。右指 PIM で演奏しますが、メロディーを弾く右愛子の指先に弦の存在をきちんと確認してから和音を弾きましょう、ということですね。この一番最初のところがですね、はい、この時の3弦の11フレットをですね、押さえています。ここにメロディーがあるわけですね。で、ここを2弦3弦4弦をこういっぺんに弾くわけですけれども、この時メロディーになっているのは3弦ですね。弦の高さとして2弦の、音が、まあ、本来一番高いはずなんですけれども、ここはカンパネラを使ってますので、要するに高い、低い弦でもって高い音を出しているということになって、結局はその3弦の11フレットで押さえているこのファシャープの音がメロディーになっています。で、このメロディーをしっかり弾くためには、右指、PIM ですね、 PIM で弾いてあげますけれども、その I の指先にきちんと、弦の存在を感じてから弾きましょうということが書かれています。そうですね、和音を弾くときなんですが、きちんと指先にちゃんと弦があるなっていうのを確認してから弾いていただくということが大事です。上からこう叩きつけるようにですね、弾いてしまったり、するのは良くないですよということですね。なるべく特にこの、今の和音ですね、この和音については、人差し指にちゃんと弦があるなっていうのを確認してから弾く。そしてバランスよく弾いてあげる。で、そのバランスとしてですね、演奏アドバイスに音量のバランスとしては、3弦のファシャープが一番大きくて、次に4弦のレ、そして開放弦2弦のシというバランスが理想ですということですね。特にこの開放弦の2弦の音ですね、これ、出やすいんですね。開放弦というのは何も押さえていませんので、音が出てしまいやすいので、PIM の場合は M で弾きますので、 M の指というのは割と大きな音が出やすいですので、よく音を聞いて、演奏してくださいということで、こういうところはですね、繰り返しこう弾いて練習します。これくらいのバランスがいいんじゃないでしょうか。はい、このようにして繰り返し、PIM 弾いてあげて、そしてこのぐらいのバランスだなっていうのを確認してですね、そして弾いてあげるということですね。それと和音を弾くときなんですが、必ず左手きちんと押さえたのを確認してから弾いてください。多少遅れても構いません。タイミングを合わせようとしてですね、慌てて押さえていい加減な和音を弾くよりは多少遅れても構わないので、しっかりと押さえたことを確認して弾きます。できれば目視、目で見てですね、ちゃんと確認してから、はい、弾いてあげましょう。このようにして和音を弾くとき、必ず右の指をしっかりと置いてから弾くということ、そしてバランスよく弾くということですね。これをしっかりと練習をしてみていただければと思います。はい、冒頭から5小節についてはこのあたりを注意して練習をしてみてください。